そうだよ、さあ、おお、すご、撮ってる。こんな長くなったのにまだ経つか。今日は塩ラーメンでございますね。うん。うん。鶏ガラって感じかな。うん。で、そうですね、タイトルは、TikTok バズらせてみたとかにしてるかな。まあ、TikTok のもう通知がずっと止まらない状態なんですよね。フォロワーが 12,300。500人ぐらい増えましたね。まあ、これの二つ目の動画が 141,700 再生っていう形になってますね。昨日の夜上げたトイックの結果発表です。6,842 いいねになってますね、現在は。まあ、もっと増えると思うんですけど、うわ、ここがチャーシューがすごいなのか。うん。ずっと来てるので、通知が。もっともっと増えるんだとは思うんですけど。トイックの結果でバズらせることができるんです。別に流行りの踊りを踊ってるわけでもないしね、流行りのミュージックを使ってるわけでもないし、なんかうまい歌をあげてるわけでもないし、イケメンがなんかやってるわけでもないし、可愛い人が踊ってるわけでもないし、セクシーな美女がなんかギリギリいいみたいなのをあげてるわけでもないし、すごいアクロバティックな技ができてるわけでもないし、超有益な情報を論理的に説明しているわけでもないし、可愛いペットがやってきて癒しているものでもないし、え、海外にこんな場所あるの?っていうものでもないし、わあ、絶景でもないし、美味しそうっていうものを食べてるわけでもなくても、バズれるとは。やっぱ、勉強。ささみ。やっぱりおすすめでどんどん出してってくれるから、もう YouTube なんかよりは再生されやすいわけですよ、バズれば一旦ね。やっぱ1日で14万再生とかまず無理なんで、 YouTube だとね、相当おすすめに乗るコンテンツを上げなきゃいけない。でもめちゃくちゃ今動画いっぱいあるわけで、有名人たちもいっぱいやってるわけで、そんな簡単におすすめに上がるものなんか出て作れないから、圧倒的に TikTok の方が簡単できると、はい、そういう仕組みなんですね。うん。でもご存知の通りですね、 TikTok じゃ別に何にも儲かんないので、多くの人はそこから YouTube への流入とかね、そういうのを狙うわけです。で、自分の場合は特にそんな流入とかも見込めないし、真面目な英語のやつやっても伸びないから、まあ見ないんですね、みんなね。だ、まあ一時期やめてたんですよ。全くやらずにいたんですけど。YouTube もね、YouTube ショーツっていうのが始まったので、まあそれに合わせて再開したって感じです。まあ本当 TikTok と同じようにね、1分以内の動画で、で、縦型の携帯で撮ったやつで出す動画ですね。で、一回だけそのショーツのやつ見たことあるんですけど、どうやって見るのかわかんない。あれスマホじゃないと出てこないのかな、ショーツっていうの。この iPad だとどこにあるのかわかんないんですけど、まあ、だ本当に TikTok と同じようにこう、勝手にもうどんどん次から次へと動画が出てくるってやつですね。YouTube もやってるわけです。だこれであれば、発見してもらえる可能性が高くなる。チャンネル登録者増やせますよって言ってね、YouTube は売りにしてやってるわけですが、目に見えた効果は特にないですね。すごい増えたとかは特にないです。まあ、どんどんチャンネル登録者減ってってるからっていうのもあると思うんですけど。まあ、その一回見たんですけど、ショーツのやつさ、ほとんど TikTok に上がってるビデオですよね。同じのばっかり。あの TikTok から出力したの、なんか TikTok ID とかが映ってる状況のビデオがいっぱい。でも、違法転載。まあ、今はわかんないですけど、もう変わったかもしれないですけど、その見た時も、その TikTok の違法転載が、ドワーッとたくさん載ってて。でも、TikTok でバズったやつだから、まあ、バズりやすいんですよ、当たり前ですけど。なんで、違法転載がバズりまくってるみたいな、どうすんのそれ、みたいな状況ですね。クリエイターたちに目に見えた効果がないと難しいですね、これね。発展させていくの。
で、僕メインチャンネルで、時事英語やりましたね。こっちのサブチャンネルでは、わたがし英語でなんていうのっていうのやったり、ね、ちょっと体張ってやりましたけど、まあ別に大して再生されない。もしこれですごく再生される、新しいお客さんがいっぱい入る、登録者が増えるとかだったら効果はあると思うんですね。みんなが続ける。意味もあるし。ただそれが見えないんですよね。多分アルゴリズムとか、なんかいろいろ変えないといけないと思いますね。正直。で、まあ今のところメインチャンネル3つ上げてますよね。もしそれ効果があるんだったら、ショーツにドッと行くんですよ。YouTuber たち。なんでかって言ったら、1分だから作るのがめちゃ簡単なんですよ。まあ、もちろん編集入れてるんですけど、もう僕がわざわざやる必要がない。1分だったらうちのスタッフできるんで、もうスタッフにやってもらってます。でもまあちょっと難しいだろうなって思う理由は、収益が高くない。非常に低い。時事英語のやつ出したんだけれども、最初のやつが 18,337 再生されてるわけですね。で、これ収益どれぐらいだと思いますね。18,000 再生。まあ、普通だったら自分のチャンネルって考えたら、まあ 0.3 ぐらいなんで、まあ5000円ちょいですね。行くことができるんですけど、これですね、驚くかもしれないです。100円です。収益。2万再生くらいされて100円かいってなる人が絶対いっぱい出てくると思うんですよ。クリエイター側からすると。だったら普通の動画上げた方がいいじゃんってなるはずです。で、YouTube8 分以上じゃないと間にここ挟めないですね。ミッドロールっていうのは挟めないんですよ。で、これ1分以内の動画なんで、動画の前に流れるかもしれないし、動画の後ろに流れるかもしれないです。で、ショーツじゃない普通の動画だったら、まあ、まず間違いなく最初に流れます。動画の前に広告が出てくるんですけど、このショーツの場合ですね、前に出てこないことも多いですね。で、後ろに出てくることもあるけど、まあ、1分全部を見てないと、まあ、後ろに出てこないですね。だ最後まで見られなきゃいけない。で、最後まで見たところで後ろに出てくるとは限らないですね。だ出ないこともすごく多い。で、ショーツでこうやって、まあ、TikTok みたいにこう流しながら見るやつは全く流れないので、広告が。わかんないです。もしかしたら流れることがあるのか知らないですけど、出てこないんで、つまり広告が流れない状況の動画になっていることがほとんどってことです。なんで、まあ、収益はないと。2万再生とかでこれが買えるぐらいとかだったら、やんないですよね、普通。クリエイター、もっと時間かけてる人とかさ。まあ、TikTok がどうなっていくか、まあ、企業案件つけるとか、いろいろ。変わっていくのかもしれないですけど、まだ全然わかんないですが、まあなかなか YouTube ショーツが流行るのは難しいんじゃないかなと思いますね。ただただなんかね、子供たちが自分でバズらせたいとかっていう人だったら TikTok と同じようにやっていくと思いますけど、やっぱ有名クリエイターたちが動かないと思うんですよね。変わらないと多分 YouTube ショーツは流行らないんじゃないかなと思います。そもそも自分自身まだ見方わかってないですからね。どこに現れるのか知らないし、まあとりあえずは、あ、この時事英語使えるなって思ったら、まあ動画にしようかなと思ってますし、あとは土日とか休みの日じゃないとね、伸びにくい気もするので、あ、ゴールデンウィークやってくるか。その時とかはやろうかなと思います。ちょっと毎日あげることはなかなか難しいと思うんですけど、まあ時事英語はやってきますので、ぜひメインチャンネルの方よろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.